Casey. We can start. Perfect. Hello. Welcome to our radio show. This is Casey. I'm 24 from Canada, Toronto, Canada. We've got quite a fun show on today, so I guess I'll toss it over to you. Okay. ありがとう、ケイシー。ですね、それではリビングリッシュ始めていきましょう。リビングリッシュとは、住むというリブ、英語のイングリッシュを合わせた方法で、日本で唯一の住み込み型英会話スクール、大阪イングリッシュハウスの代表、私、渡辺秀和と、ディスカッションケイシー。お願いします。ケイシー。That is my name. 今回のアシスタント、ケイシー。カナダから来た。そう、さっき今回ゲスト KEC と KC がもう紛らわしいっていうどっちもって言うてるっていう、はい、ということで、最後までお付き合いください。はい、ということでこの番組は国際化に不可欠な英会話を気軽にちょっとでも興味を持ってもらえたらなと。そしてですね、今日の KC ですね、カナダ出身のカナディアンネイティブの英語のリスニング練習もしながら楽しんでください。ということで、本日もゲストをご紹介してください、船越さん。はい。まず船越さんの自己紹介からで、はい、お願いします。はい。I'm Takero Funakoshi. In Japan, October is the changing of clothes. One day, I wore a suit and it was a little tight. It is said to be the sports no aki, so I want to train my body with gymnastics. Today's guest, as she is a good listener, I often talk. Her name is Miss Nagai.はい、長井さん、ちょっと自己紹介する前に、村口さん説明してください。季節が変わって、で服装が変わりましたねと。ちょっと太ったって言ってる。そうです。スーツをそろそろ着物に変えないといけない。スーツを着るのでちょっと。風用を出してきて試着してズボンがなんと入らないとジム行かないとっていうそういう話だったんですね。はい、すごいですね。わかりました。はい、じゃあ長井さん、ちょっとマイクの前でよろしくお願いします。カメラってどっち向いたらいいですか？どれでもあっちがメインですね。はい。Hello, I'm Reiko Nagai. Please call me Reiko. I like watching movies and listening to music and sleeping. That's all. 最後言わなくていいですか？From now in Japanese. はい、日本語で今から話します。はい。はい、ありがとうございます。では早速ケイシーから英語で質問するので、From now Japanese と言わず、英語でも日本語でもベトナム語でも構いませんので答えていただければ死んちゃうとカモン。はい。ではケイシー、first question please. Cool. So Neko, which countries have you traveled to internationally? はい、今までどこに？どこの国に行ったことがありますかと。はい、ですね、今までは大学の研修旅行で、フランスとドイツとギリシャとあとイタリアのナポリに行ってきました。で、あとはその後は仕事でベトナムで1年間日本語教師もしてて、1年間ですね。で、その間に友達も韓国とかにいるので、韓国に行ったりとか、あとは台湾にも今年1月行ってきたり、ちょっと時間前後したんですけど、で、あとベトナムにいて、で、日本に帰国するときにカンボジアに初めて一人旅も行ってきました。隣の国ですからね。そうですね。なるほど。はい、わかります。いろいろ行ってはりますね。ヨーロッパからアジアと。そうですね。はい。長野国際派。国際派まあなんちゃって国際派ですけど。はい、じゃあ、はい、ケイシーから英語で質問するので、はい、何語でも構いませんがお答えください。はい、じゃあセカンドクエスチョン please。Do you have any interesting stories that you can share with us？はい、インタレスティングストーリー、はい、興味深いはい、お話を聞かせてくださいということで、はい、はい、ですね、何でしたっけ、興味深い話ですよね。はい、まああれですね、大学のその研修旅行では私歴史学科で西洋史を学んでたので、はい、聞くところによると、はい、別府大学、あ、別府大学です、はい、歴史学科、はい、歴史学部、はい、そうです、卒業と、はい、あんま聞かないですね、珍しいですね、歴史学科なんか初めて聞きました。あ、そうですか。ああ、まあなんか史学科とかも言われるんですけど、はい、まあそこでまあヨーロッパの西洋史を勉強してて、でそれでまあお城とか教会に興味があったんで、はい、それでまあ大学の先生とそのまあ同級生たちと一緒にフランスとかドイツをまあ回ってたんですね。うん、なるほどなるほど、はい、ね、いっぱい回ってますよね。そう、フランス、そうですね、ドイツ、ギリシャ、イタリア、はい、でなんか質問何でしたっけ、興味深い、はいはいはい、興味深い話何でもいいですよ、興味深い話ですよね、はいはい、まずフランスでもいいですし、ギリシャ、そうですね、まあ、フランスとかもやっぱりその教会のステンドグラスがやっぱりすごい綺麗で、シャガールっていう、はい、知ってますか、シャガールっていう見たことありますけど、画家がいるんです、画家ですか、はい、画家がいるんですけど、まあ、シャガールブルーって言ってシャガールにしか出せない青色っていうのがあるんです。Do you know Chagall? The painter. French. No, I don't actually. He has original blue. Chagall blue. Just he can make. Yeah, right, right. Ah, cool. で、それがそのシャガールブルーが作られたステンドグラスっていうのがまあフランスにあって、ステンドグラスのブルーなんですね。はい、一つだけ。そうそうそう。だからそういうステンドグラスをこうだけをピックアップしてフランスを巡ったっていうのはなんかすごい、なるほど、なんかいい経験ですね。たくさんあるんですか？たくさん、シャガールブルーがあるのは1個の教会なんですけど、他のブルーも、ステンドグラスってブルーってあるんですね。ありますあります、教会のいろんな色ありますね。はい、あんまりイメージ的にないですね。あ、そうですか。なんか暖色が多いような、赤とかオレンジとか、あ、確かなんか差し色でしか青は使われてないんですけど、なんかシャガールブルーのステンドグラスは結構青めいですごい綺麗でしたね。ね、あんまりイメージがないですね。あ、本当ですか。まあとにかく教会ばっかり行ってました。フランスでは。フランスでは。なんかあれでしょ。おじいちゃんにやたら好かれてた。そうでしたね。はい、フランス人は80歳ぐらいのおじいちゃんがいて、はい、まあ女子5人でまあわちゃわちゃしてたんですけど、教会の前で、で、まあ記念撮影をそのおじいちゃんに頼んだんですね。はい、で、まあはい撮るよって言って、ありがとうって言って、まあ撮ってくれたんですけど、はい、まあ後々見たらなんかその写真が私の顔のズームだったんですね。5人で撮ってんのに私の顔だ、はい、まあ普通集合写真だと思いますよね。なのに私の顔のズームだけ撮ってて、もしくは私が頼んだんじゃないですか。違います、違います、撮ってって、私を撮ってって言ったんですよ。違います、違います、5人で並んでるけど私を撮って、いやいやいや、もう普通に女の子5人で、おじちゃん撮ってってなって、でズームだったから、いやいやちょっと待ってと、いやいや他映ってるじゃないかと、違うでしょってなって、じゃあもう一回って言って、またカシャって撮ってまた見るんですけど、また私のちょっとズームなんです。伝わっている。そう。それ好かれてたんじゃなくて、なんか私を撮ってっていうアピールがすごかった。いや違います違います。まあなんかそのやり取りが3、4回ぐらい続いてて、あ、本当に意味分かった。あ、みんな撮れっていうことみたいな。私だけじゃなくてみたいな。でもオールメイプリマンみたいになって。なるほど。はい。いやでも徐々にめっちゃ私の顔だったのが徐々にまあこう広がって徐々に引きではあるんですけど、でもなんか4回目も私メインだったんで、いやなんか疲れましたね。なんかそのままこう引いていって、携帯持ったままいなくなったりとかしなかった。あ、それは大丈夫です。大丈夫です。じゃそれは。だからヨーロッパは結構でそんな多いので、はい、みたいです。気をつけてくださいね。すぐ日本人はすぐ携帯渡す。そんなしたらあかんってよく怒られてました。なるほど、そうなんですね。いや面白いですね。はい。じゃあ、そう、please ask the third question. Sure. So what kind of food did you try in your travels? はい、フード、食べ物。フードね。こんだけ回ったはったらいろんなね。そうですね。でしょう。まあフードはでも本当にベトナムがやっぱり一番衝撃的で。まあ長くいたはった。そうですね。1年間出たらそれはいろんな出会いもありますね。はい。でなんか、まあ、ベトナムとかあっちではすごい有名な食べ物でホビロンってあるんですけど、はい、まあそのアヒル、鳥が孵化する前の卵ね、卵ですね、卵の孵化していく過程の、ね、そうですそうです、まあ、だから普通に生卵の中に手足がちょっと入ってたり、骨ができてたりとか、まあ、羽があったりとかまあ孵化する前のやつとかね羽もありますよね、はい、色もその日本の生卵みたいに綺麗な色じゃなくて、こういうなんかどす黒い緑みたいな、なんかそう緑だったんですよ。ありますね、緑ね。ありますよね。なんか卵割ったら緑で手足が出てくるみたいな食べ物がまああって、それはもうちょっと学生に面白半分でも無理やりなんか日本人の洗礼みたいになってて、現地の子たちもなるほど、これどうぞと、あ、もうそうです、もう日本人たちが卵どうぞみたいな感じで、そうそうそう、嫌いなの分かってるから、蒸し卵なんですかね、そういうので結構食べさせられたりします。まあアジア多いですね、卵。そうですね。あとはまあベトナム行った時はよく露店、屋台でお弁当を買ってたんですけど、まあ美味しそうなまあ卵焼き、もうほんと見た目だし巻き卵なんですけど、があって、あ、多分だし巻き卵だと思って買って食べてみたら、なんか白子みたいな味がしてたんですけど、まあなんか普通にそのまた学生から「先生それ豚の脳みそだけど大丈夫?」って言われて、なるほど、白子なんですね、味は。味っていうか食感がもう白子。はいはいはい。で味はなんか若干レバーに近かったんですけど、いやなんか卵じゃないなって思ったんです。美味しかったですか？いや吐きました。いやなんかもう味はうまいに吐きましたね。ちょっとはい。でそれまで脳みそって聞いて気持ち悪くなったか、それかまあ食べてみた。いやなんかいやまあ食べる前から若干なんか気持ち悪くはあったんですよ。卵の中になんかちょっとぶよぶよしたなんかプルッとしたのが入ってるから。なんかなって思って食べたら、はい、脳みそだったっていう、はい、豚の脳みそでした。はい、吐きました。はい。他ないんですか、なんかそういう。はい、他はベトナムのハノイなんですけど、ハノイで普通に犬の丸焼きを見ましたね。もうこう回ってるみたいな、豚の丸焼きみたいな感じで、もうあんな感じでももう本当犬なんですね、まさに。しかも結構な大型犬で、が普通にまあ置いてあって。なんかそれあれは本当衝撃的でしたね。それをどう食べるんですか？豚の丸焼きのように食べるんですか？いや多分普通にこうスライスして切ってなんか出してましたけど、私は食べなかったんですけど結局。そう。いや犬の丸焼きがちょっと犬はねちょっとね日本人はびっくりしますよね。なんかはい。すごいな。いやいやいや。ベトナム行った俺にもぜひ。ぜひ。どれ挑戦します。なんか卵はあるんでしょ？卵ははい食べたことがありますね。そうですね。犬の丸焼きとか行ってみたい。行きたいですか？食べてみたい。食べてみたい。なるほどなるほど。僕フィリピン行った時にね、セブの空港で見た看板でね、ホットドッグって書いてあったんだけど、その横に絵があって。ダックスフンドがこうホットドッグのパンを着てるっていうそのドッグホットドッグのドッグ犬やんみたいなまんまやんまんまやんっていうやつですね、まんまやんっていうのがありましたけどねなるほど、いや面白いですね、はい、いやいやいやでも話はちょっと尽きないんですけど、ちょっとね、はい、告知、はい、いいですか言ってください、はい、いいですか、ぜひぜひ、あ、そのために来たんですけど、はい、お願いしますちょっと話が長なりすぎたいえいえ、はい、はい、ですね、はい、私が言っていいですか、はい、はい、私たち KEC 教育グループは、はい、いろいろですね、英会話とかそう日本語教師の養成講座だったりとかまあそういう、まあ、いろんな学びをする場所なんですね、KEC 教育グループっていうのが。はい、でその、まあ、学びを気軽に本当に無料で体験できる1日があるんですね。はい、それが、ワクワク学びフェスタっていうイベントなんですけど、去年に引き続きですよね。去年、はい、だから今年で2回目なんですけどね、まあ、11月23日の祝日にあるんですけど、はい、もう本当にいろんな講座なんかねもう30講座あって、はい、全部なんか入場は無料で、はい、まあ、それぞれまあなんか材料費とかかかったりする講座はあるんですけど、はい、まあ、例えばこうイングリッシュなんですけどタウン体験とか、まあ、無料でネイティブの先生とお話しできる、はい、今流行りのはい、もうカフェですね、カフェみたいなのもあるし、あとはまあその日本語の、私は日本語教師KEC出身なんですけど、はい、日本語の教え方をまあ体験しようだとか、あとはそのまあ NLP のその心理学ですね、はい、あのセミナーとカウンセリングも無料で受けられるっていう、うんうん、まあ、本当にいろんなジャンルがあるんですよね。結構 お茶とかもあるし、これキャサリンさんのバルーンショー、ね、キャサリン、そう、バルーンショーとかと、はい、来てくれますよね。あ、本当ですか。パスナローとかね。ああ、そうそうです、そうです、はい。あとはそのまあマジックショーとか、はいはい、あとはもう本当にプログラミングとかね、今話題の30もあるんですね、はい、とかまあいろいろ、あとまあネイルとかもまあ体験できて、はい、もう本当にいろんなジャンルの学びがもうこの1日で、すごい、はい、学べますので、1講座大体30分から40分ぐらいですね。はい、結構家族向け、ご家族に意外におすすめです。大人も子供もファミリーで、はいはい、子供も全然楽しめるので、結構サイエンスマジックショーとかね、ああ流行ってますもんね。そうですね、だから遊びながら科学も学べるっていうようなものもありますんで、はい、ぜひぜひ、日時が11月23日の金曜日の祝日です。あ、祝日なんですね。はい、祝日、もう本当に朝10時からもう5時まで、もうみっちり1日、はい。ホームページから予約もできますので、はい、できますので。予約をした方がベター。ベターですね。はい。わかります。必須ってわけではなく、でもまあしといた方が、しといた方がいいですね。確実に、はい。限りあります。そう、まあ結構定員とかもあるので、各講座ね。はい、ちょっとまあ予約は取っといてもらった方が。そうですね。受けたいやつ。そうそうですね。確実に。そうですそうです。はい。わかりました。はい、では11月23日の金曜日、祝日勤労感謝の日ですね。朝10時から5時まで、梅田校、KECの梅田校、梅田です。はい、やってますので、まあワクワク学びフェスタなので、はい、学びに来てください。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい。Okay, KEC. So can you close this show? Can I close the show? Yeah. Yeah, thank you for tuning in. Sorry, I just dropped my paper. Thank you for tuning in. Catch us next time. That was a wonderful first show, and thank you for the experience. That was a good time. Good. はい、ではそういうことでお疲れ様です。さよなら。さよなら。